天白岩倉遺跡外観左に西岩、右に東岩、中央奥に北岩。天白岩倉遺跡天白岩倉遺跡の位置、天白岩倉遺跡は、静岡県浜松市北区稲佐町、飯谷にある古代西市遺跡。静岡県指定史跡に指定されている。飯神社社殿背後の山上に、天白岩倉遺跡が所在する。静岡県西部。 神宮寺川と伊谷川により形成される、小盆地の北西部、伊神社後輩の薬師山山頂において、巨岩群を神のより城とした古代祭祀遺跡である。1988年に祭祀遺跡と確認され、1989年に発掘調査が実施されている。岩倉和西、東、北の巨岩三つを主体として構成された大規模なものになる。 特に、西岩の西壁直下では、古墳時代の手筑根河原家200以上、活石性曲型玉、鉄穂、鉄刀、鉄属、槍神な,など、古墳時代前期紅葉から、平安時代中期の再生遺物が検出されている。また西岩、東岩の間では、続く、平安時代後半以降の京塚関連遺物が、検出されている。この天白岩倉遺跡については、 神宮寺川が、飯谷に流入する喉元にあたる位置にあることから、水源祭祀の性格が指摘される。また、祭祀の主体としては、飯谷の東方丘陵上の主張母系譜が想定される。なお、現在は、飯神社の境内に位置するが、これについて、飯神社は、岩倉祭祀の延長として創始されたとする説がある。一方、飯神社は、岩倉祭祀と、 連続しないとする説がある。遺跡遺棄は1992年に、伊神社境大遺跡として、静岡県指定史跡に指定されている。西岩製壁壁直下では、発掘調査において、古墳時代の最新物が出土している。岩倉は、チャートの路頭、天石であり、西、東、北の巨岩三つを主体として構成される。特に西の巨岩が大きく、 南北10.3メートル、東西6.8メートル、高さ7.4メートルを測る。また、東岩は、西岩の東に約4メートルの間隔を空けて、相対しており、北東南西方向が長い区形で、長軸約7メートル、短軸4.1メートル、高さ5.2メートルを測る。北岩は、西岩と東岩の中間やや北寄りに位置し、三角形で、 底辺3.5メートル前後、高さ2.7メートルを測る。最終没集中地点の一つは、西岩の西壁直下付近である。西岩の西壁は幅約7メートル、高さ約5.5メートルで垂直に切り立ち、日差し状に張り出して、範囲は影状をなす。その直下付近で、古墳時代前期後半引く、後期前半頃の手作り瓦原家200以上。 滑石性曲がったま1、鉄鉾1、鉄刀1、鉄属四、槍神奈のほか、奈良時代の土場1、末期、平安時代前半の九世紀から十世紀前半頃の海遊陶器、末期が検出されている。特に鉄鉾は古墳時代の最終遺跡からの出土は限定される点で注目される。ただし、最終期間に比して異物が極めて少数であることから、 祭祀終了後に大半の遺物は別の場所に廃棄された可能性が指摘される。祭祀遺物集中地点のもう一つは西岩、東岩の間の巨岩群中央部である。ここでは平安時代後半以降の11世紀末用マイナス13世紀中央頃の京塚還元遺物が検出されている。末方思想の元京塚が霊地で営まれる例は数多く知られ、 当地が霊地として認識されていたことを物語る。なお、教塚以降の最新物は認められていない。ありがとうございます。